ちは、じゅんです。今日はですね、初登場、飯塚千恵さんです。よろしくお願いします。今回はですね、現場でゴルフ場でレッスンを千恵さんにしてもらうという企画でございます。お願いします。じゅんさんがさっき右向いちゃうってことで、ちょっと向きの調整をしていきたいと思います。はい、お願いします。治ってる。それどこ向いてるように感じます？これは、まあなんかバックピンに向いてます。ピンの方に構えたじゃあ全然つま先上がりだけ構えちゃうのかもしれないですね、はい、こういう、なんだろう、構えやすいところは大丈夫です。確かに、ちょっと怖いなとか思うと多分こうやっていくんですね。全然違います、じゅんさん、はい、綺麗です。ちゃんと構えられる時と構えられない時があるんですよね、はい、綺麗。 あれじゃない、なんかさ、はい、ちゃんと構えられる時は、うん、あのボール見てセットアップしてるけど、うんうん、こうちょっと嫌なものがあるなって思うと、うん、視線がそっちに行っちゃって顔、そう、なんかすごい、山ちゃん分析すごい、まあ、ずっとね、いつも後ろから見てるから、か今さっき明らかに違ったんだよね、セットアップの仕方は。確かにちゃんとやってますね。苦手だって思うコースあるんですよ。その時はもう大体やばいです。なんかそう、今ね、吸ってこう、なんていうの、言ってますよ、ね、違和感なく吸ってアドレス入ってんのよ、特に問題ない時。だけど嫌だなっていう時は向こうの先を見ながら構えるから、うん、それで体が反応しちゃって、うん、多分こうなったり、そうでしたね、はい、ピンの位置がこれ左だったらやばいかもしれないです。あー、なるほど。なんか、うんうん、左に置くのがちょっと苦手。あー、なるほど。じゃあピンが左だったと思って構えたらちょっと怖いんですよね。もうここの時点でやるもんね。どこ、あっち、あっちです。左の、左のグリーン左サイドですよね。じゃあスレスレ構えてみますね。左グリーンですか？いや、あの、右グリーンの左サイド。左サイド。はい。こんな感じ。左向いちゃってますね。でも、これはでもうまくいってる。カメラれてる、うん、多分、本能でここは大丈夫って思ってるからなのかな。やっぱこれはもうミスするよみたいなイメージすると、そっちにこう、うん、でもね、多分これぐらいになっちゃうかもしれない。あー、なるほど。構いやすいのがそういう風になっちゃう。これぐらいになっちゃう。左サイド、うん、うん、確かに右ちょっと向いてます、はい、うん、苦手なんですよ、なんか左。ああ、なるほど。じゃあちょっと打ってみましょうか、左サイドに対して。左サイドに対して、ね、はい、もううまく打ってる。手で合わせたのかな。でもやっぱ引っ掛けてる、ちょっと引っ掛けてますよね、うん、うん。じゃあ、ジュンさん、もう1球ボールあります？あ、すいません。左肩がちょっと前に出るから詰まるってこと？なんと、右のとこよりも左に打とうとしたんですよ、ジュンさん。その左スレスレに狙いたいとしたら、それよりもやや左向いてください。わかりました。気持ち的に。はい。そうです、そうです。その中でスイング軌道は、ターゲット、最終ターゲット。そうです、そうです、そうです。これはフェースのオープンですね、テイクバックでの、はい、あ、テイクバックやってましたね、はい、でも体の使い方としては今良かったですよね。あ、ジュンさんちょっと左向きすぎた、これやりすぎた、このぐらいのフェースのオープン、ここで一回バックにします。ここからゆっくり繰り返すまで、
オッケー。ナイス抜け。おー、はい、おー、わかりました。こうやります、はい、そうですね、そうです、この中で右に打ち出す、そうです、そうです。あナイス抜け。で、スーさんが今なんでこれをやってもらったかっていうと、さっき山ちゃんと話してたんですけど、うん、左に打つ癖がついてるんですよ、はい、特にあのつま先下がり、つま先上がりとか嫌なラインした時に右向きをって話してたじゃないですか、はい、で右向いたものをこう左に打ってしまってる癖がちょっとつくと、うん、筋肉って覚えてるんで、はい、真っ平らなところで同じことしちゃう、うん、なのでラウンド中にもしその引っ張っちゃった癖、あ、やっちゃった私って思ったら、うん、ちょっと左向いて右に打つ練習して一回抜かすんですよ。なるほど、右行っちゃってもいいから、うんうんうん、そうするとこう引っ張っちゃう癖っていうのはラウンド中でもちょっと直せるんで、へー、じゃあちょっとまあ引っ張りがちな時があるんで、はい、その時はちょっと左向いて、はい、右にこう出していく、そうです、そうです、練習を、練習というかまあやっちゃえば、やっちゃえばいい、少しずつ治ると、そうです、まあ、確かに今もすごい左向いてるし右に出てる感じがするけど、まっすぐターゲットにはまっすぐ行ったんで、アドレスですね、アドレス難しいなまあね、同伴者の方に見ていただいてね、皆様確認して、はいはいはい、山ちゃん、シエさんのレッスンはちょっと面白いですね。いい、とてもいい。嬉しい。見てる人も楽しいと思って、レッスン見れると思う。しかもさ、なんかさ、ただ打てるんじゃなくて、うん、マジかっこよく見える。あのね、この後ろから撮ってるから分かんない。なんか雰囲気出てんのよ。オール広げていいですか。あ、ちょっと姉さんってレッスンする前は、はい、試合とか、あ、そうです、そうです、そうです、はい、出てたというか、はい、テストを受けてたり、ちっちゃい試合出てたりしたんですけど、はい、まあ、まあ、厳しい世界ですなんかやってましたね、試合が好きだったんで、うん、やっちゃいました。そうなんですね、山ちゃんとね、スナックゴルフでね、そう、だ僕はね、スナックゴルフ打ってるちえちゃんしか知らないんですよ、うんうんうん、今日ね、やべえプロだと思った、やばいよね、うん、全然違う、全然違うよ、山ちゃんとスナックゴルフでしか会ってない、そう、あの大きいプラスチックを打ってるねところしか見たことないポンポンって、ね、でっかいやつ、そうそうそう、そうですね、そう、今日全然違う、ビシッビシッと、ビシッとだよね。ドライバーも、はい、気持ち悪いと思ったらちょっと開いて右に打った方がいいんですか。あ、もう確実にその方がいいです。わかりました。なので向いてるであろう自分のラインより、うん、はい、初速は最初は右に打ち出してあげる方が、うんうん、フェースがまっすぐある時間が長いんですよね。あ、なるほど、はい、皆さんご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。あとですね、ビンゴルフの LINE アットを解説しましたので、概要欄から登録お願いします。シエさん、ありがとうございます。